はい、ではシャルロット9ステップアップやっていきたいと思います。提供割合の方は UR が 4%、 そのうちシャルロットが 0.8%、 20% ぐらいですかね。ではやっていきたいと思います。とにかく虹が出てくれればかなり暑いってことですね。最後が変わるからですね。とりあえずビジョンの方は UR が出ればまあユニットってことなので、ビジョンカードは SS レアまでしか出ないですね。なので最後がビジョンカードだとまあ UR は出ないってことなんですかね。とりあえずここは金止まりですね。まあ SS レアも EX ジョブがあるのでたくさん出てくれた方がユニット嬉しいですね。ではステップ2ですね。金のユニット来てくれましたね。これで約 20%。 ここのねかけらがピックアップ、まあ今回で言うとシャルロットになったっていうのはかなり大きいですよね。特に EX ジョブ化かなり数も多くなってきたので、いろいろ混ぜられちゃうとなかなか狙いのものが来てくれるのも難しいですし、ピックアップはまあピックアップもなかなか来てくれないので、その点ではピックアップのみのかけらになったのは嬉しいですね。最後とりあえずバサッと来てくれれば地座ですね。この調子で虹が、まあ、UR がたくさん来てくれると楽しくて期待も持てるし嬉しいんですけれども、まあ、それでシャルロット出てくれれば一番いいんですけれども、本は金ユニット、今のところ虹の確率はかなりいいですね。あとは金のユニットの場所が虹になってくれるとなお嬉しいんですけれども、変わらずですね。まあ最後あるのでこれに期待したいと思います。まあ来てくれてるうちにシャルロット引きたいですね。おお、来てくれたかな。これはかなり嬉しいですね。まあここからねさらに来てくれればかけらも手に入るので、まあ欲を言えばもっと来てくれると嬉しいんですけれども、まあ、まだまだ3ステップですね。まあ9ステップ引くつもりでやってるんですけれども、まあとりあえず皆さんこの辺で引いた方がいたらやめるのが得か続けるのが得かとかも今ちょっと見ていきたいと思います。
まあ私は今やるつもりですけれども、とりあえず見ていきたいと思います。ステップ4、そうですね、まあシャルロット、ここから40、40、80取れますね。なので160枚、なので8000限度石ですかね、それ分ぐらいですかね。はい、あとはまあ成功の各結晶、楽園のあれですね、お花ももらえて、それが1万原動石でできるということなので、まあいろいろ、まあ召喚で SS レアのユニットが引けたり UR ユニットを引けることを考えれば、ここからやっても十分やりきっちゃってもいいのかなっていうぐらい、かけらも含めてもらえるので、どこで引いても最後までやるっていうのが良さそうですね。ステップ1で引いても、ステップ2でかけら40枚と無料で次も引けちゃうので、まあこれは引き切った方がお得なガチャかなと思います。まあここからは育成のためにシャルロット出てくれれば嬉しいなっていう感じですけれども、かなり気は楽になりましたね。あ、ここも虹ですね。まあ欲を言えばコスト100のキャラが来てくれて、かけらだったりユニット本体取れても嬉しいんですけれども、もうですね、シャルロットが取れちゃったのでかなりウキウキで召喚できるのは久しぶりですね。最後これはエルシレールですね。全然こちら育ててないんですけれども、結構使われてる方見かけたりすると、なんか使い方によっては面白いし強いのかなという感じですね。まあ使ってる方はかなり少ないですけれども、続いてやっていきたいと思います。ここもユニットの最後変わってくれるかって感じですかね。まあこの金もね、変わってくれると最後も UR なってくれると思うので、途中の金のユニットも変わってくれると嬉しいんですけれども、変わらずですね。ここも変わらずですね。まああと1回シャルロットユニットのかけらから、まあユニットから来てくれると嬉しいですね。まあ何もこう目標を持たず9ステップ終わるよりは、あと1回ぐらい来てくれると引きたいっていう感じですね。ここもまあ最後どうなるかって感じですかね。もう S レアはだいぶほとんどがレベル99にはできるぐらいになってますね。最後が金止まりですね。
このユニッ UR が出るとユニット確定っていうのは嬉しいですよね。ビジョンカード、まあもちろんないものもあった、欲しいものもあるんですけれども、シャルロット狙いの時はもう召喚獣の方も、あ、まあビジョンカードの方もユニットの方にパーセンテージ割り振ってくれてるので、シャルロット引きやすくなってると思うので、ここはボックスですね。ボックスなのでちょっとスキップしたいと思います。さあこれで8ステップ目ですかね、まあステップ8ですね。また ユニット虹色見たいんですけれども、ユニットのまあ2箇所金のユニットがあるので、そこで変わってくれるといいんですけれども、ここは変わらずですね。マリアルとかもクエストとかでちょっと使ってみると面白いのかなとも思いつつ、なかなか育成しきれてないんですけれども、最後は変わらずですね。あ、またマリアル来てくれましたね。まあ SS レアもね、来てくれやすいからかけら20枚なんでしょうけれども、ここがね40枚だと育成かなり楽になるんですけれどもね、なかなか SS レアも EX ジョブ化もあってなかなかかけら集まりきらないですね。で最後ですね、最後かけら80枚確定しているので、ユニットが飛んでくれればっていう感じですかね。ここでユニットが飛ばずですね。ここもスキップで、まあ早めに引けてかなり気持ち的には楽に引けましたね。あとせっかくなのでこちらコスト100、まあ無償限動石の方なんですけれども、こちらもおまけでやっていきたいと思います。まああまりお得かどうかっていうよりは運試し的な召喚ですね。まあ引ければ UR が来れば熱いなっていう感じの、最後変わってくれるかチャンスですね。まあこれはなかなかあんまりおすすめしない召喚ですかね。あまり、まあ、UR が引ければコスト100の可能性はあれですけれども、まあ、UR がね、なかなか来てくれないので、最後変わってくれるかですね。変われば激アツ。変わらずですね。なんかシュゼルトたくさん来てくれましたね。はい、ではよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではご視聴ありがとうございました。